リュです。ピナです。ネイラです。ピンク、ラテ、ティー、ウィン、始まるよ。イエーイ。はい、ということで、なんと、なんと、なんと、今日は新メンバーのみんながやってきてくれます。イエーイ。本当に楽しみ。どんな子来るんだろう。何人だと思う。今のこの3秒間で皆さん予想してください。はい、ということで今から新メンバーお呼びしましょう。それではどうぞ。来てください。ということで新メンバー今年は3人入ってきてくれます。私たちもね、今日初対面なんですけど、そうですよ。じゃあね、新メンバーの名前と新学年だけ紹介していただきます。じゃあ新中学2年生の13歳の原田瀬里です。よろしくお願いします。どんな子ですか。新小学5年生の鈴木ゆずはです。10歳です。よろしくお願いします。3月まで4年生だったんだよね。4年生はやばい。見えない。じゃあ次、最後。新中学1年生の本田芽衣です。12歳です。よろしくお願いします。見えない。見えない。1個下だよ、私の。初対面、本当に。同い年かと思った。じゃあ、チアの3人の第一印象言っていこうか。じゃあ、アリアちゃんから。まず、セリちゃんはまず大人っぽいです。わかる、わかる。めっちゃストレートが似合うなと思ったのと、ゆずはちゃんはお顔が可愛くてベビーフェイスみたいで可愛い。めいちゃんは意外と面白そうな感じがそれで結構大人っぽくてみんな可愛いなって思いました。じゃあ、ゆなちゃん。セリちゃんは会ったことあるんですけど、まさか今日来ると思ってなくてみたいな感じだったんですけど、その頃の第一印象はめっちゃまつげなのにバッサバサでめっちゃ可愛いと思って、これから一緒にピンクラッティーとしてとても嬉しいです。で、ゆずはちゃんは妹にしたいって感じ、本当に妹キャラって感じだから、すっごいもうワシャワシャワシャってしたいぐらい可愛いって感じです。めいちゃんが本当に同い年だと思って、普通に最初お願いしますって言ったから、ちょっと1個下って聞いて、はてなしか言って今中1だと思ってた。今小6だったんですよ。ちょっと前までランドセルしょってたんですよ。全然見えない、本当に。これからちょっとだけ先輩になるから頑張ろうかなって思いました。じゃあ、次、リーラ。はい。セリちゃんはすごい大人っぽくてかっこいいなって思いました、うん、で、ゆずはちゃんはめっちゃ可愛くて、なんか妹キャラっぽいから、うん、ね、めっちゃ可愛がる、可愛がりたいね。めいちゃんはニコッチ一緒にそうやってて、すごい面白いから面白い、うん、楽しみです、これから。はい、じゃあこれからこの6人で新体制のピンクラッティー B を皆さんにお届けしていきます。ということで、じゃあ頑張りましょう。はい、おー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 、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。